いやあ、切なケースだよ。箱庭の歌、第5回やっていきたいと思います。正当ロード、スタートちゃうからな。よし。前回はね、まあ、小鳥ちゃんがちょっとクラスで孤立してしまったところの、そして、なんだったかな、いづきと、なっちゃんが、なつゆきが、喧嘩しているところで終わりました。彼女のことが気になって、教室の隅の班へと視線を送ると、ハム、ムグムグ。小鳥さんは一人黙々と食事を進めていた。まだ馴染めていないね。やっぱり班員との会話はない。今なんか飛んだなんかチラッと見えて、なんかチラッと見えたよ。佐藤さんなんか言いかけてさ、夏雪に邪魔された感じになっとる。やっぱりご飯と牛乳は合わないね。俺は味噌飲む。勝手にしなさいよ。でもコップがねえんだよな。そう言いながら夏雪は立ち上がる。しょうがない、手に運ぶか。おいお前何勝手に水飲むようなら牛乳飲めや。お前は夏雪は軽快なステップで廊下に向かってそしてすぐ戻ってくる。押すなよ、絶対押すなよ。出た、ダチョウクラブ来た。ダチョウクラブ来たよ。誰かが押すパターンです。手には一杯の水がためられている。これは押したくなります。ちょっとそれどうするつもりよ。何言ってんの。飲む以外どうするって言うんだ。水道まで行ったならそこで飲んできなさいよ。ご飯食べながら水飲みたいんだよ。いや、そういう問題じゃないからな、お前。ああ、もうこぼすわよ。お前、そんなこと言うと。うわー、バシャ。はい、これがお約束というやつです。床に水を盛大にぶちまける夏雪。哀れですな。ほら、言わんこっちゃない。あっちゃー。やはりそうなるのでやります。でもまあ、ほっとけばすぐ乾くだろ。ふけや、ふけほら、ゆずきやってそう言ってる。しぶしぶな夏雪は雑巾を取ってきて床を拭き始めた。ふう、こんなもんかな。床はまだまだ濡れている。めんどくさがりや。ちょっとふけや、お前教室部署濡れやろ。お前、他の生徒がさ、迷惑するだろ。滑るぞ。ちょっとちゃんと拭きなさいよ。ちゃんと。おい、いづき、ちゃんととはなんだ。は、何がよ。じゃあ聞くが、サラダを食べた後ちゃんと食べきった状態はどうなってる。ちゃんと食べきったと言いつつもそこにはドレッシングがまだ残っているはずだ。だから何よ。つまり、その床に残ったメスはサラダのドレッシングと同じというわけだ。どうだ。ははははは。ああ、幼稚。めっちゃ幼稚。だったらお前ドレッシング一滴残さずもうすすれよ、お前今度から。ああ、ほらポカーンとなってる。つべこは言わず拭きなさいよ。はい、すみませんでした。結局吹くんか。バカだな。だな。なんなんこの回。なんだ、チワワ喧嘩見せられただけだったんや。午後の授業もホームルーム終わり、ようやく放課後になる。てか小鳥ちゃんどうなったんだ。小鳥ちゃんがなんか孤立したことすら書かれてないんだよ。ひどいな。雨も上がり、空には晴れ間が広がっていた。ああ、本当にこれで終わりだろうな。瀕死状態の夏雪。午前中で終わると思っていたのだから、午後の授業の辛さは人一倍だろう。呆れながら僕はカバンに荷物を詰め込んでいく。顔がやばかったね。すると教室から出ていく小鳥さんが視界に入った。なんとなく気になって僕はそれを追いかけた。女の尻を追いかける男、凌介である。おっと、伊豆木はグリップグ。前から伊豆木がどんどん
佐藤さん、小鳥さんに近づいたら怒る忠誠が身についたようだ。何も喋らんのか、飯月。小鳥さん。呼びかけると小鳥さんはゆっくり振り返る。何？ああ、いや、別に用はないんだけど。え？じゃあなんで話しかけたの？それは自分でもよくわからない。が、学校はどう？少しは慣れた？苦し紛れにそんなどうでもいい質問をしてしまう。普通。そう、そっか。まずいな、会話が続かない。凌介は特能力がなかった。だから女の子をナンパする術なんて持っていない。女の子と話す術なんか持っていなかった。合コンじゃ一人ぼっちになるタイプ。そういえば昨日の夜学校に来たりした？え？おっと、なんか聞かれたくないことを聞かれてしまったような顔している。いや、小鳥さんを見かけたっていう生徒がいたみたいだから。聞いてない。あー、これは絶対嘘ついとる顔ですな。なんかそんなちょっとやばい、そこ使えるかっていうような顔しとるもんな。なんか嘘ついとる時の人間のやりやすい顔の表情ってやつ。顔の表情。小鳥さんは罰の悪そうな顔をしている。まるで何かを隠しているような。凌介もそれは見抜いたようです。来てない。繰り返し否定して小鳥さんは背を向け廊下を歩き出した。これは何かありそうだな。さて凌介はどうする。教室に戻ってくるとにやけた顔をした夏雪が近寄っていた。何をしていたのかな。どこへ行くみたいな感じやな。うるせえな、別に何もしてねえよ。伊月や歩夢も集まってくる。お前らそういうの好きだよな。大人になれ大人に。そういうことを考えてるうちは子供だぞお前ら。なんだその伊月、その目で見るなよ。ちょっと腐った食べ物を見るような目で見るな。俺は腐ってないぞ。なんだよその顔は。別に。それでどうだったんだ。おい、エンドオブザワールド、お前もなんか気になるんか。エンドオブザワールド、もうくどき落としたのか。お前そういうこと気にするのか。エンドオブザワールド、あゆまで何言ってんだよ。俺たちにできないことを平然とやってのけるのが凌介さんじゃねえかよ。なんだ。俺らにできないことをいとも簡単に、そこに痺れる、憧れるみたいな。それあだ名になったんだ。そうですよ、エンドオブザワールドですよ。もうみんなが歩むっていう呼ぶんでもね、俺だけはエンドオブザワールドって呼びますよ。お前に言われたくねえよ。僕を変なキャラクター設定にするな。へへへ、まあいいわ。で今日はどうする。どうするって、別に家に帰るだけだよ。はぁ、お前何言ってるの。帰る、なんで。いや、明日もしだし少しくらい勉強しないと。その通りやぞお前夏雪。どうしたんだお前。こんなに夏の日差しが俺はたちを熱く焼き付けてるのに、お前は家に帰って勉強するというの。どうかしてるぜ。あ、お前はブラマヨのツッコミの方、名前忘れた。みたいなボケの方か。まあいいや、こっちのセリフだよ。夏雪は勉強しなくていいのか。一夜付きで点数開けてどうすんだよ。逆に一夜付きもせんでダラダラしとってどうすんだよって感じやけど。大事なのは普段からの勉強だろ。今日は基礎がしっかりできていればテスト勉強なきゃ必要ねえんだよね。これが。お、夏雪結構真面目なこと言ってんじゃん意外と。ってことはお前結構勉強してんだな、家に帰って一人になったらさ。おい、エンドオブザワールド、夏雪はいいこと言ったぞ。なんで黙る。全くもって戦論ではあるが、その基礎ができてないから勉強しろって言ってんじゃん。出たー、正論を正論で返して論破するやつです。ですよね。論破された。夏雪論破された。やっぱりこいつ勉強してねえじゃん。
なんだ、一夜漬けしても無駄だから精神だったんじゃないか。何にまともなことを言おうとして自分のね、ちょっと弱みを握らせんようにしようとしてんだい。あ、終わったわよし、決めた。何をだい。帰り道、伊月が勝手に何らかの決心を固めた。なんだろうな。何を。私、今回の模試絶対夏雪に勝つ。マキオンか、お前。いつもマキオンや、それ。夏雪、そんなに勉強してないって読んでないか。そんなにどころか全然な気がするけど、それでもマキオンじゃ、伊月。お前、勉強できんタイプなんじゃ、意外に。ああ。水を差すようで悪いんだけどさ。何よ。志低すぎだろ。もうちょっと大きな目標を立てろよ。本当や、でも夏雪って勉強してなさそうやけん、多分クラスの方では下の方なんじゃないかな。下手すりゃ土塀争いでもするんかな。ほんと頭良さそうになのにね、これ。伊月、おいお前おい、こんなに美人で頭良さそうなのに意外とできんのやな。多分徳川家康とかをさ、漢字で書けんタイプかもしれない現実を見なさいよ。毎日こんなに遊びほうきてるのよ。夏雪に勝つぐらいが私の精一杯よ。あー、夏雪もその遊んどる方のタイプやけんさ、そこを頑張って勉強すればなんとか夏雪、なんとかつうかもう確実に夏雪に勝てそうな気がするんやけどな。なんなん、伊月ちゃんって意外と脳のスペック低レベルなんかな。あのガンダムでいうジムレベルなのかな。自信満々にいいことでじゃねえし。あ、まだこのチャプター終わったわだ。その日の夜、僕は適当な言い訳をして家を抜き出した。勉強しろよって親に言われそうなところやけどな、なんとか抜け出したんやな。よし、目的地は決まっている。あれやな、放課後の小鳥さんの様子が気になって僕は学校へと向かっていた。やろうな。小鳥さんが昨日本当に夜の学校に来ていたのかどうかはわからない。もし来ていたのだとしても今日も来るとは限らない。それに本当なら今はテスト勉強をしなければならないのだが、気になって勉強が手につかないし。そんな言い訳を自分にして僕は歩く速度を上げた。さて、進学とか模試とかになったら、この一回勉強しないことがちょっと不安要素というか致命傷になると思うんですが、そこはどうでもよかろう。問題は小鳥ちゃんです。学校に到着する。ふう、少しだけ緊張していた。時刻は9時を回っている。もう幽霊が出てきそうな時間帯です。教師陣ももう帰宅していることだろう。昇降口のドアをつかむが、当然鍵がかかっていて開けることはできない。ここが開いていないってことは、校舎内に誰かいるという可能性は大抵低くなったように思える。まあいいことやけどな。でも侵入した後に内側からかければ、その可能性もないとは言えない。小鳥さん、小鳥ちゃんなんで、ね、お前だとしたら小鳥ちゃんなんで鍵持っとんなって話になるけどな。盗み出したん？午前中のうちに盗み出したん？盗み出して、合鍵作って元の場所に戻すという。小鳥ちゃん、メタルギアソリッドの素質あるぞ。メタルギアソリッドっていうゲームやってみたらいい。よし。昇降口以外から入る方法を知っている僕は、非常階段へと足を向けた。なるほどな。非常階段か。屋外に設置されている非常階段を上がり、2階までやってくる。確かここに、少し前、昼休みにキャッチボールしていた生徒たちが、誤ってボールで窓を割ってしまった箇所がある。そこは今、割れたガラスの代わりに、一時的に段ボールとガムテープで塞いであるだけになっていた。わお、ロウスケさん、すごいっすね。そういう裏道を知っているとは。遅刻の常習犯ですか。遅刻せんために裏道を通るタイプの、近道をするタイプの人間だったんですか。やりますな。ビリビリビリ、ガムテープを剥がして僕は校舎内へと侵入した。もはやもう強盗の手段である。強盗じゃないわ、泥棒の手段である。
やっぱり夜の廊下は恐怖心を煽ってくる。よくよく考えてみれば、こんなの肝試しみたいなもんじゃないか。自分から侵入しておいてなんだが、罰ゲームを受けているような気分になる。罰ゲームね。大抵夏行がこんな罰ゲーム考えそうやな。うん、遊びの天才っぽいやつやけんな、あいつは。ふう、なるべく音を立てないように廊下をゆっくりと進んでいく。そのまま階段を上がり、教室がある3階にたどり着いた。誰もいないか。当たり前のことだが安心する。するとその時、長い、廊下をかける誰かの足音が聞こえてきた。おっと、凌介さん、マジビビりっすか。ビビってんすか、凌介さん。ちょっと足音が聞こえただけでしょうが、もう気にしないで、どんどん進んでいけ。これは、おそらく上の階からだ。行ってみるか。ここで引き返したら意味がない。階段を上り終えて、最上階である4階にたどり着く。すると、え？あ、ちょっと、小鳥ちゃん。何その服装。なんだ、なんかアニメのイベントに来たみたいな感じになってます。めっちゃ可愛い。肩が出てる。露出、肩の露出、うっほー、何のアニメか知らんけど、すっげえ可愛い。何それ可愛い。あ、見つかった。これは、小鳥ちゃん見つかってしまったらどうする？目的の人物と遭遇した。いぶかしげな目で僕を見つめる小鳥さん。なんでここに？そっちこそ。私はその、おっと、この顔は言い訳を考えているような顔だ。表情だけだと分かりづらいが、慌てているように見えた。やっぱり昨日も来てたの？来てない。わかりやすいな。で、何をしてるの？何もしてない。いや、じゃあなんで夜の校舎なんかに？それは凌介も一緒。凌介はなんで学校に来たの？おっと、切り返してきた。小鳥ちゃんのカウンターアタックだ。だって昨日小鳥さんが夜の学校にいたって噂になってたから。まあ凌介は普通にそういう本当のことを言ってるからね、ボロを出さないんだよね。残念でした。だから気になって見に来たんだよ。はい、残念小鳥さん、論破はできなかったぞ。さて、本当のことを聞かせてもらおうか。今度はこっちが聞く番。おっと、俺と凌介結構気が合ったんな。こっちの意見を聞かせてもらおうかの次に、今度はこっちが聞く番って、もう完全に論破の体制に入っとるな。もう何も隠せないぞ。本当は何やってたの？それは、困りきった様子で小鳥さんはうなずく。うつむくかな。いや、別にその責めようと思って聞いているわけじゃなくてさ、君がここで悪いことしてても別に先生に言ったりしないし、ただ純粋に何してるのかなって思っただけで。悪いことなんてしてない。私は言われたことをやってるだけ。例えばの話だってば。で、言われたことって何？誰に言われたの？喋っちゃダメ。またこの前の敵とかいうやつみたいに。おっと、分かりやすいぞ。お前、おい、隠し事とかできんタイプやな。お前、残念だったな。敵の話はしてダメ。あ、うん、ごめん、そうだったね。すると小鳥さんは急に辺りを伺い始めた。なんだい？どうしたの急に。なんでもない。何なんだ？凌介は帰らないの？何してるのか教えてくれたら帰るよ。教えられないって言ってる。なんで凌介はそんなに聞きたがるの？そうです、小鳥ちゃんは不思議ちゃんなのです。もうこの格好から不思議ちゃんです。こんなのもうアニメのイベントでしか見ない。うん、
あ、最近じゃプリクラでもこういう衣装あるんかな。そういうところあるような気がする。が、ここは学校。ここは学校。こんな服装で来ていい場所ではない。なんでって。ん？そうか。もしかして小鳥ちゃん文化祭で劇やるんだ。だからその衣装合わせに来たんだね。こんな夜中に。黙らっしゃい。なんでだ。強いて言うなら小鳥さんのことが気になるからだけど。って。わ、何を言ってるんだ僕は。凌介、お前、ここはもう行ってしまったからにはアタックチャンスやぞ。行っちまえ、告っちまえよ。さあ、告っちまえ。別に気になってるって、そう言っても、そういう意味じゃなくて、その、え？おっと、小鳥ちゃんには、恋心というのが分かっていなかった。セーフだぞ、凌介。意味が分からない。なんでもないよ。なんでもない。よかった、鈍くて。そういえば、小鳥さん、どうやって校舎に入ったの？鍵かかってたでしょ？鍵は持ってるから。わあ、俺の言った通り。こいつ、合鍵を勝手に作ってる。なあ、お前何してんだ？先生にバレたら、それ、定額ものやぞ、お前。そう言って、小鳥さんは、昇降口のものと思われる鍵を取り出した。え？なんで持ってるの？イリナがくれた。出た。イリナって名前知ってる。イリナ知ってる。俺イリナ知ってる。なんてステルス能力。多分そのステルス能力を使って職員室に入って、まあ、鍵盗んで、その鍵を盗んだ鍵はさすがに盗みっぱなしだったら先生にバレるけん合鍵作ってすぐに返したんだろうな。すごいな。それをイリナって人がやったんでしょうね。まあ俺実はイリナって誰のことか知ってるんですよね。もしかして視聴者さんの中には前作の絵の何やったっけな、ローグの庭か、ローグの庭俺の実況で見たことあるって人がおるかと思いますが、その人にとってはイリナって誰なんか分かってると思うんで説明しない。知らない人は前作を見てね。実況してます。イリナはっ言っちゃった。イリナって誰だ？言ってない。イリナなんて一言も言ってない。はい、お前二言も言ったぞ。今、イリナって言葉言ったよね。ダメだね。小鳥ちゃん、もう隠し事ダメだね。君の心がステルスみたいに見えるような気がするよ。多分、気配はステルスでも、そういうボロの出しやすさ的にはステルスじゃないね。いや、その言い訳は苦しいだろう。とにかく、私はやらないといけないことがある。だから、凌介は帰って。そのやらないといけないことが何なのか教えてくれたら帰るよ。教えられないって言ってる。じゃあ、帰らない。もう、意地の張り合いだ。どうしても邪魔するっていうなら、こっちにも考えがある。どんな？すると、小鳥さんはポケットから携帯電話を取り出した。なんだ？警察呼ぶ。え？そんなことしたら小鳥さんも大変なことになるよ。私は大丈夫。そういう風になってるから。え？わけがわからない。今1を2回押した。あと0を押したら警察につながる。わあ、小鳥ちゃんがもう場を支配し始めたぞ。これはまずいかもしれない。凌介、脅しという顔ではなかった。わかった。帰るよ。その方がいい。じゃあ、最後に一個だけ聞かせてもらってもいい？内容による。小鳥さんがしてることは危ないことじゃない？危ないことでも、凌介には関係ない。そんな言われ方をされ、自分の気が沈んでいくのに気づく。関係ないってことはないよ。一応友達だと思ってるし。ちょっと拗ねたような言い方になってしまった。友達？私と凌介が一緒に川で遊んだ仲じゃん。そりゃ一回だけどさ。
一緒に遊んだら友達？友達になりたいと思ったら友達でしょ。ロウスケは私と友達になりたいと思ったの？そりゃあ、まあ。あ、僕だけじゃないよ。みんな琴湯さんと友達になりたいと思ってるはずだし。かっこ、伊月はちょっと微妙。そうなんだ。呆れた様子で琴湯さんはそう、つぶやいた。ま、これ以上詮索しないけど、でもくれぐれも気をつけてね。まだ退院したばっかりなんでしょ。うん。それじゃあ、歩き出した僕を。ロウスケ。琴湯さんが呼び止める。なんだい、マイエンデル。また明日。うん、また明日、愛しのマイエンデル。調子狂うな。だから君と話してると恥ずかしくなるんだよ、マイエンジェル。マイエンジェル。7月12日土曜日。わあ、気づいたらもしじゃん。さあ、もしの日がやってきました。涼介大丈夫かね。こんな心境でもしなんか受けられるのかね。下手すれば夏雪に負けるぞ。まあ余裕しゃくしゃくのエンドオブザワールドにどうにかしてコネを使ってさ、まあ勉強を教えてもらわんかったらまずいですね。エンドオブザワールド助けて。まあそんなことはさておき、時間なんで今回はこの辺で終了、セーブ。よし、とりあえず小鳥ちゃんが何か裏があるということが分かりました。さーて、こっからの展開が気になるところ。まあ、あの小鳥ちゃんに一回振り切られた涼介ですが、その後涼介はどうするのか、今後の展開に注目。というわけで、まあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録がしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。